カチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、ライブ配信をやってるアプリをちょっとやってみようかなと思います。いっぱい有名なライブ配信のアプリはありますよね。ずっと喋ってるじゃないですか。1時間とか2時間とか喋ってる人はいるみたいなんですよ。よくそんな話が尽きないねみたいな。リスナーの人たちがいるから、こう、なんだろう、話が盛り上がっていくんだと思うんですけど、今回ですね、やってみる動画配信はこちらです。ポカッチャという動画配信のアプリです。知り合いに教えてもらったんですけど、面白いと、まあ、教えてもらったので、さっきも言った通りで、そのずっと喋ったまま、なんだろう、こう喋れるのかと、ずっと喋れるのかと思います。なかなかドキドキしてます。ということで、この後ポカッチャやっていきたいと思います。で、こっち YouTube の方でポカッチャをやっているところの映像を撮りたいなと、この後は思ってます。なのでポカッチャの方は喋るんですけど、 YouTube 的にはただ単に俺がずっとこんな感じをずっとやってる映像にこの後はなっちゃうので、なんか面白いのかどうかっていうと何とも言えないんですけど、今回はポカッチャをやっていきたいと思います。頑張ります。やばい、配信2分前なんかすっごいドキドキする。やっぱり生はダメだよね。そのいきなりだからさ、誰もね、見てくれないと思うんだけど、やっぱちょっとドキドキするよね。8時になった。では配信したいと思います。はーい、始まりました。いやいや、これどう見るんだ、こっちがいいのかな。さあ、今日からですね、ポコッチャにやってきました。エルカチャンネルのショーでーす。どうやってしたらいいかちょっとわかんないんですけど、毎日夜8時にですね、やっていきたいなと思います。ということで、ちょっとこれで一回終わろうかな。10分喋った、頑張ったね俺。なんかすっごい中途半端で何を言ってるかもよく分かんないんですけど、また頑張って配信していきます。それでは、で、止め方どうするの、あ、これか。はい、ということで、もうテンパってしまって何を喋ってたのかよく覚えてません。なんか最後水木奈々さんの話を中途半端な感じで喋ってただけのような気もします。これ難しいよね、やっぱりね、人前で喋ることに慣れてないと、もうなんかカメラ越しで、だんだんカメラ越しなんだけど、こう緊張しちゃいました。頑張って頑張ります。ということで、今回の動画はここまでです。ポコッチャ頑張ってやっていきます。俺にかかってこい。さ、なんだかんだ言ってもう一回やっちゃおう。